オープン戦阪神スタメン、佐藤輝、森下外れる。オープン戦中日阪神、16日、バンテリンドーム。阪神は佐藤輝明内野手と森下翔太外野手がスタメンを外れ、前川浮洋外野手やヨハン・ミエセス外野手が先発出場となった。佐藤輝は15日の試合で9回無失地、三塁で空振り三振。岡田監督は、どんな当たりでもバットに当てて前飛んだら何かが起きるけどな、特言を呈していた。三塁には糸原が入った。浮洋を。佐藤のケルと一枝順に。ケルわらわら。サード糸原らしい。テルなんかあったん？前川浮洋3番ナイト来た。森下とテルは休みけ。高寺一度もスタメンなしかよ。森下佐藤木波が外れたのか。森下も外してるし、そういう日か。3人抜きてるなら怪我じゃなしに何回とあるね。佐藤はずっとスタメンやったもんな。休憩しとけ。中野も休ませるや。中野が守れるのは分かってるんだから、 DH 中野セカンド高寺とかやればええのにな。 DH って割と調子狂うからセカンド、ショートは特にやりたくないだろうな。3番右京が去年はハマらなかったが、今年はどうだろうな。3番ノイジーで序盤足手まといになったし、3番出てこい。佐藤テルって休ませたら成績良くなるんよね。テルちゃんスタメンちゃうんかい。テルどうした？いくら昨日最後の打席に不満あるからといってそれだけでどんでんが外すとは思えんし、ただの休養かね。3番前が湧きたわね。佐藤の代わり糸春で草、ペカ高寺ベンチ座らしとくだけなら2分で試合出したれ。スタメンサード糸原定に深やな。佐藤本人は気にするか怪しいけど、佐藤テル出さないなら糸原じゃなくて小野寺サードで出してほしい。テル開幕サード剥奪やないよな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。